はい、こんにちは、まえチャンネル前原です。怖いということで、今回はこちらですね。はい、はい、今ね、セブン&アイ系列でスターウォーズの一番くじやってますね。はい、それで今回4回やってきました。はい、J 賞が2つ、D 賞が1つ、はい、そして C 賞が1つ当たりました。 C 賞なかなか期待できるんだこれね。デツスター。では1つずつ開けていきましょうか。はい、まずは J 賞から開けていきましょう。はい、これタオルだね。ハンドタオルというか、ハンドタオル、選べるハンドタオル。そうそう、選べるハンドタオルですね。これでね、スターウォーズ一番くじ J 賞のアートタオルだね。うん、1つ目はこちら。これいいね。うん、ダース・ベイダー、R2D2、ヨーダ、C3PO が描かれてるものですね。ヨーダ、ライトセーバー。そうだね、ライトセーバー出してるね。うん、そしてもう一つはこちら。ああ、これいいね。シルエットになってる。これルークだよ。うん、あとはここに R2。 あ、本当だね、シルエットがいろいろ出てんだね。うん、あ、3PO、ヨーダ。続いてこちら D 賞のスペシャルポスターだね。はい、D 賞のスペシャルポスターは2種類あって、1つがカイロレンで、もう1つが旧三部作の何だっけ、ルークとかヨーダとかなんかそういうのが出てたやつだね。うん、はい、これ開けましょうか。はい、はい、あ、テープで止まってる。はい、あ、丸まってました。注意深く。おお、本当にありがとう。おお、カイロレン、かっこいいじゃん。しかもここにフォースのカフテ、スターウォーズって書いてあるね。フォースのカフテ、本当だ、すごいじゃん。これいいね。いいじゃん。これ後ろに貼っとく、ここ。ああ、確かにね、ハットレベルじゃん。しかもこれライトセーバー出してる。そうだね。じゃあ最後は期待できるこれ当てていきましょう。C 賞だね。うん、C 賞の、卓上帝国軍セットだって。うん、これ期待できるね。うん、これちなみにエイシン君が当てましたね。はい、はい、デススターの頭っていうか、あれだね、上部。うん、でこれどうなの、これ開けんの、開けんのかな。取れる、カボタイ。うん、開いた。あ、取れた、開いた。はい、うわっ、うわ、いっぱい入ってる。いっぱい、うわ、レーダー表、ベイダーとストームトルーパーいっぱい入ってる。ストームトルーパーありすぎでしょ。じゃあちょっと並べてみようか。はい、はい、ということで出してみました。はい、ストームトルーパーなんと15体。そしてダースベイダーが1体入っておりますね。こうやって並べると結構迫力あるっていうか、軍隊な感じするね。うん、うん、はい、こちらがストームトルーパーですね。はい、はい、塗装なくて真っ白系ですけども、うん、作りはよくできてると思いますね。はい、はい、うん、ちゃんと銃構えてるね。そうだね。そしてこちらがダース・ベイダーですね。うん、これも、まあ、塗装ないけど、うん、それっぽいよね。うん、うん、ダース・ベイダーってよくわかる、ちゃんと。うん、まあ、それがこの中にしまえるわけだ。うん、これだからね、あのトイ・ストーリーで出てくるあのグリーンアーミーメンってやつあるでしょ。 あれみたいなもんだよね。あれのスター・ウォーズ版。そう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 、あれってね、もうグリーンアーミーメンがいっぱい入ってるからね。うん、あのああいうおもちゃね。うん、うん、これそのまんまこんな中にこうやってしまえるわけだ。ははは、これね、割とね余ってるから、うん、例えばだよ、うん、うちらほら大量に余ってるさ、こういうのあるじゃん。ああ、スターウォーズのチョコエッグのやつ。うん、これ入れられるよね。ああ、うん、だからこれ良かったと思って、うん、はい、ということで今回はですね、スターウォーズの一番くじを4回やってきまして、はい、J 賞2つ、D 賞1つ、そして C 賞が1つ当たりましたね。はい、C 賞なかなか良かったね。うん、まあ、この D 賞もいいけどさ、うん、D 賞いいじゃん、本当に、ね、これいいよね。うん、あとはどうしましょう。また多分ね、何回かやると思うんだけど、うん、できれば A 賞、B 賞当ててみたいね。うんうん、A 賞だと R2 の小型入れケース。おお、それ欲しい。うん、うん、あとなんだっけ、ラストワン賞、うん、ラストワン賞はなんかベイダーのこうやってかぶる服みたいな、うん、あれが当たるみたいなね。うん、ラストワン賞は、うん、くじの最後の1個を引いたやつとついてくるみたい。そう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 、だから一番最後を見計らってお店行かないといけないからね。そうだよね、なかなか難しいけどね。うん、一回ね、620円ぐらいで、確か結構高いんだけど、うん、スターウォーズ好きの人はぜひやってみてください。はい、はい、ということでですね、今日の動画がもし良かったなとか楽しかったなと思った方はぜひ高評価ボタンお願いしますね。はい、そしてチャンネル登録をしていただくと YouTube のチャンネル登録の一覧にマイチャンネルが出てくるようになりますので、最新の動画が見やすくなりますので、ぜひチャンネル登録もお願いします。はい、
はい、そしてコメントもいただけると大変嬉しいですね、はい、スターウォーズ関連の、レビュー動画というか商品紹介動画今月かなりあると思いますよ、はい、まだね買ってるけど紹介してないやつがちょこちょこあるのでまたこう出していきたいと思いますね。はい、デススターデススター帽子になってる、はい、ということで今回は以上でございます。バイバイ。おっ、来た